絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか？探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。ちょっ、目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。話ができるか、旅館の女将に聞いてみるか。